中国中部の河南省安陽市にある隠居博物館の新館が26日正式に一般公開されました紀元前1600年頃から紀元前1046年までの昭王朝末期の都の遺跡とされている隠居は世界遺産にも登録されています博物館新館新には 製陶器や陶器、玉器、甲骨など約四千点もの文化財が展示され、四分の三以上が初公開となっています。新刊は、小文明の探索、偉大なる小文明、世界の小文明という三つの基本展示のほか、四つのテーマ展と特別没入型デジタル展が設けられています。また、文献や甲骨持ちといった文化財を。 AI やマルチメディアなどの現代技術を組み合わせることで小文明の魅力をより直感的に感じることができる仕組みになっています隠境は考古学的な発掘調査と高骨文字によって確認された中国で最初に記録された小王朝後期の首都遺跡ですまた中国で最も考古学発掘の頻度が高く 発掘調査期間が最も長い古都遺跡でもあります。